多大なるご迷惑をおかけいたしました心よりお詫び申し上げます県立大によりますと出題ミスがあったのは3月12日に行われた環境共生学部環境共生学科環境資源学専攻の後期日程の試験のうち選択科目の物理の問題です物体の運動の問題で 物体が動いた時間などの条件設定が不適切だったため、計算すると求める質量がマイナスの値になってしまい、正しい回答が導けなかったということです。8月に出版社から問い合わせがあり、学長や問題作成者が確認した結果、出題ミスと判明しました。この試験を受験したのは13人で、県立大では、 全員この問題に正解した扱いにして、今月改めて合否判定を行い、受験生1人を追加合格としました。この受験生はすでに別の大学に進学しているということです。県立大は、追加合格の受験生には誠心誠意対応し、問題の確認体制を見直して再発防止に取り組みますとコメントしました。